疲れ様でした。ありがとうございました。3試合久しぶり。そうですね、全日本ぶりの試合でした。いかがでしたか。最初の1試合目はちょっと内容が悪い試合で負けてしまったんですけど、まあ、そこから気持ちは立て直して切り替えてしっかり自分のプレーができたので良かったです。やはりその全日本以来の試合だったからちょっとやっぱ入りが難しかったですか。いや多分そんなことはないと思うんですけど、まあ、分からないですけどそんなことはないと思うんですけど、向こうは試合やってきてこう体が温まった状態 で自分もまあ練習してしっかりアップして入ったんですけど、そうですね、自分のプレーを出す前に押されて負けてしまったかなっていう感じです。あの全日本を終えてこのアジア選手権の選考が決まるまでちょっと時間空いたから、はい、ちょっとまあどこにモチベーションを持っていこうとかいうのはすごく難しかったと思うんですけど、どうやってモチベーションを保ってましたか。まあ、全日本の時もそうだったんですけど、試合があるかないかもわからない状態でずっと続いてたの で自分の気持ちもこうグラグラしてたので、まあそういうふうに同じ失敗はしないようにいつ試合があってもいいっていうように準備はして練習はしてきました。またさらに厳しい戦いで明日同時打ちですね。そうですね、また同時打ちなんで、明日に向けてはちょっと聞きづらい部分もあるんですけど、明日に向けて意気込みを、はい、まあ明日も同時打ちで自分より強い選手と当たるので、もう自分の持ってるものを出し切って試合をできるように頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。